箱崎線は、福岡県福岡市博多区の中須川端駅から同市、東区の貝塚駅までを結ぶ福岡市交通局が運営する地下鉄路線である。福岡市交通事業の設置等に関する条例による、路線名は2号線、鉄道要欄記載の路線名は2号線、ラインカラーは青、路線記号は H。中須川端駅からカーブする空港線と分岐し、 そのまま明治通りの直下を北上して、福岡県庁舎、九州大学病院、箱崎宮のそばを通り、九州大学箱崎キャンパスを横断して、西鉄貝塚線の始発駅である、貝塚駅とを結ぶ。かつてはこのルートを路面電車である、西鉄福岡市内線の抜き線と、貝塚線が走っており、全区間でそのルートを、ほぼ踏襲している。 海塚駅で接続する西鉄海塚線とは、箱崎線建設検討前の1971年3月11日等身の都市交通審議会等身第12号、福岡市及び北九州市を中心とする北部九州都市圏における旅客輸送力の整備増強に関する基本的計画についてにおいて、都心部から箱崎方面に至る路線を新設し、 西鉄宮地学船との直通運転について検討が必要と明記されており、建設の時点から念頭に置かれていた。2007年、福岡都市交通問題協議会において、福岡市と西日本鉄道が、相互直通運転の実現に向けて、検討を行うことで合意。箱崎線と西鉄宮地学船貝塚駅西鉄貸駅間の、 直通運転を行う前提で検討を行い、2010年には福岡市によって、三戸前期、空港線天神駅間で交通局と西鉄が直通運転を行い、車両数を3両編成とする新たな直通検討案がまとめられた。しかし、箱崎線の輸送力が低下するほか、西鉄、福岡市双方に多額の初期設備投資が必要となることから、 施設改良に多額の無償資金を投入する必要があり、事業化に向けては、無償資金の調達方法、需要喚起方策、運行経費の低減化などが課題とされ、市では全体の事業費を精査し、採算性を検討するとしたものの、結果的にほとんどの案で、費用対効果が見込みづらいこと、唯一黒字化が見込まれる可能性のある、貝塚線からの直通列車が、 天神で折り返し運転を行う案では、箱崎線から空港線天神異性へ直通する乗客の方が、西鉄海塚線から直通する乗客より多いとの調査結果から、地下鉄内の乗降パターン次第で利便性が低下する可能性があることなどを理由に消極的な結論となった。2018年1月に行われた福岡市の交通対策特別委員会で、 西鉄貝塚船内を2両編成で運行し、貝塚駅で4両編成を増結し、箱崎船内は6両編成で運行する新案が発表された。これにより、天神犠牲への乗り入れ、両船の輸送力の維持が可能となり、設備投資も従来案を下回るという。2021年1月22日、毎日新聞は、 西鉄貝塚線への乗り入れによる費用対効果について収支が均衡する一を大きく下回る0.42と福岡市が試算したと報じた。2018年に議論された貝塚駅での増結・分離する方式では現在より約1分程度の時間短縮にとどまり155億円と見込まれる初期投資に見合わないためで、 直通運転の可能性は残しつつも事業凍結される見通しと報じている。全線をおおむね7から8分間隔での運転である。このうち15分間隔で空港線の名の浜駅、西陣駅、天神駅方面と直通運転を行う。また、貝塚駅では西鉄貝塚線の電車と2の3分で接続している。基本運用パターンは 中須川端駅、貝塚駅、名の浜駅、貝塚駅、中須川端駅の繰り返しとなる。台風などの災害発生時は、前田市九大病院前駅、貝塚駅間は、運休になる場合がある。箱崎線の全駅のホームは、島式ホームに統一されている。福岡市交通局の車両のみが使用されており、空港線と共通で使用される。 空港線と直通運転を行っている JR、九州の車両は、箱崎線には乗り入れない。西鉄海塚線との乗り継ぎ割引を実施している。詳細は以下のリンクを参照。1999年11月21日から、翌年1月30日の年末年始以外の日曜、祝日の10時から15時までの限定で、五福町駅等の各駅で自転車を、 電車内に持ち込めるサイクルトレインが実施されていた。ありがとうございます。